山タ竹は、サンゴハリタケかサンゴハリタケ属に属する食用キノコの一種で、ある。小実体は、傘や柄を形成せず、歪んだ、玉海上をなし、径も高さも8から25センチメートル程度になる。小実体の上半部は内部に、大小の空撃を有する海上、下半部は太く長い針状突起の集合体であり、 全体がほぼ白色であるが次第にクリーム色を呈し、老熟すれば炭鉱褐色を帯びるに至る。個々の針状突起は、長さ0.5から6センチメートル、基部における、太さ1から7ミリメートル程度、柔らかく脆い肉質で折れやすい。胞子門は白色を呈し、胞子は、類休憩で無色かつ薄壁、ほとんど平滑、内部にしばしば1個の湯滴を含み、 要素溶液で、泡灰色、青灰色に染まる。短式は、梱包状をなし、4個の胞子を生じる。短式の間には、しばしば、グレオシスチジアが混在している。菌子の核壁部には、しばしば、カスガイ連結を有する。夏の終わりから秋にかけ、クヌギクルミシーミズナラなどの紅葉樹の倒木や、立ち枯れ木などの材状に生える。 時に、生きた樹木の枝枯れ部などから発生することもある。材の白色普及を起こす、木材普及菌の一種である。日本、中国、ヨーロッパ、北アフリカ、北アメリカをはじめ、広く北半球温帯以北に分布しており、食材としても多くの国で人気がある。古実体の上半部の上面からも短い。 ハリ突起を生じるものを別種として扱い、熊頭と呼ぶ研究者もあるが、山伏竹の一辺異業とする意見が強い。また、山伏竹に酷似するが全体に、投稿色を呈するものを、花山伏竹と呼ぶが、これは、日本国内でただ一回だけ採集された、既産種であり、タイプ標本の所在も不明であるために、形態、生態についての詳細は明らかにされていない。 日本名の由来は、古実体の外観が、山伏の小族の胸の部分についている盆天に似ているためと言われる。地方名としては、うさぎ竹や、ハリセンボンとも呼ばれる。また、鹿児島県の一部では、ジョーコ竹の名で呼ばれるが、乾燥した山伏竹が水分をよく吸うことに由来しているという。英語圏では、ライオンの縦紙キノコ、アゴヒゲハリ竹。 ハリネズミタケ、アゴヒゲハリネズミタケ、ポンポンタケなど様々な名前を持つ。中国ではサルと呼ばれている。ベトナムでは N メートルダウ KH と呼ばれる。天然の他原木栽培あるいは金賞栽培による生産品が流通し、生鮮品あるいは乾燥品が入手できるようになった。栽培に用いる媒地の違いや、資金の系統により生産された。 古実体の含有成分には、差異が生じる。神経成長因子の生産を促進させる効果を持つ、物質、ヘリセノン類、エリナシン類を含有していることから、抗認知症効果や抗腫瘍活性が期待されている。菌床栽培品若い古実体は食用に供することができる。食感は、海鮮類に似ているが、特別な香りや味はないため、 スープなどの汁物として味を含ませて用いることが多い。中国では4大3回、他はフカヒレ、ナマコの入り子、クマの手のひらの珍味の一つとされ、宮廷料理用の食材として珍重されたという。非常に油を吸いやすいため、油炒めの際は注意が必要。乾燥したものは生薬としても利用され、サルーの名で呼ばれる。アルファグルカン。 ベータグルカンなどの多糖類が含まれている。臨床上で有効であるとする研究結果はいくつか公表されてはいるが、有効成分の特定、作用基準の解明、他の医薬品との相互作用、人体に対する安全性などに関する研究は未だ不十分である。また、個実体からの成分の抽出の際にマイクロ波による加熱を行うと、 有効とされる成分が破壊されてしまう可能性があり、成分の抽出方法の有効性も十分に検討がされる必要がある。L54 No.6P327 から332ありがとうございます。